西武鉄道には8カ所の車両基地と1カ所の研修場があります。車両部は車両の点検や修理を行っています。今回登場するのは小手差し車両基地。車両の検査を担当している社員の1日に密着しました。今回の主役は宝田さんです。おはようございます。8時30分頃に出勤します。車両部小手差し車両基地の宝田武人です。本日はよろしくお願いします。よし、気合十分です。宝田さんは小手差し車両基地の列車検査班の一員として泊まり勤務を行っています。おはようございます。出勤したら名札を表返しにします。そして食事の予約をするのが日常のようです。いよいよ一日が始まります。完璧です。昨日起きた出来事や本日行う業務の確認、注意事項の共有などが行われます。事故防止のための教育なども行われます。いいことだと思います。安全作業に努めていきます。はい、了解、行こう。よし。小手差し車両基地は4つの班に分かれています。ちなみに泊まり勤務があるのは宝田さんが勤務するこの列車検査班のみです。安全に作業するため作業KYを行います。開き、徐行促進、再開閉、検査パイロット切り替えます。抜き取りです。運転しまく車内放送。列車は10日に少なくとも1回主要部分の検査を行っています。小手差し車両基地ではチームを組んで1本の電車を4人で検査します。この日は4万系1本、6000系2本の列車検査を行いました。係員みんなで協力して検査を進めていきます。なかなか見られない貴重な映像ですね。パンタグラフも丁寧に検査していきます。想像してたよりもふんわり軽い感じに見えますね。検査は無事終了したようです。次は6000系を見てみましょう。宝田さんが次々と検査を進めています。どんなことをしているのでしょうか。点検するポイントは大きく3つあるようです。1つ目が整輪紙、2つ目がピストンの工程、3つ目が周り止めになります。整輪紙は電車を止めるときに空気の力で整輪紙を車輪に押し付けて電車を止めますが、何を確認しているのですか。整輪紙を車輪に押し付けると整輪紙が減っていきますので、使用限度を超えてないか確認します。なるほどですね。もし限度を超えてる場合は取り替えとなります。2つ目はピストンの工程ですね。ピストンが動くことで整輪紙を車輪に押し付けますが、ここでは何を確認しているのですか。このピストンが白線の外にあると正しい力で押すことができなくなるので、白線の中にあることを確認します。もし白線の外にあったときはブレーキ調整棒のナットを回してピストンを調整します。だんだん分かってきました。では3つ目の周り止めお願いします。ブレーキ調整のナットが緩まないように周り止めがちゃんとかかっているかを確認します。ピストンを調整するためにナットを回した時には特に注意が必要となります。以上3点が特に重要視しているポイントとなります。大変よくわかりました。ストローク前止め整理しましたし、ありがとうございます。
コック、よし、ストローク、うまいよね、ストローク、ただいま自動放送のテスト中です。パンタグラフのスリ板が取り替えの時期になったので交換しています。パンタグラフの部品を交換するとパンタグラフの圧力が変わります。安全に電車を走らせるために圧力の調整は欠かせません。昼食は基地内にある食堂で食べます。ボリューミーなチョイスで美味しそうですね。昼食後には小手差し車両基地ならではの球技遊びをする伝統が。この日はバレーボールで汗をかきました。宝田さんもキレッキレです。試合は白熱している様子です。パンタグラフの終盤帯を整備します。架線から電気を取り入れるスリ板が薄くなったため交換します。綺麗になった終盤帯に新しいスリ板を隙間がないように取り付けます。スリ板に段差がないように電動工具で平らにします。列車は清掃会社による大掃除を定期的に実施しています。大掃除が終わった後の車両の状態に問題がないかを確認します。この日は特急ラビューの点検でした。乗用車と同じように電車も洗車をしてきれいにします。大迫力な洗車映像をご覧ください。ちなみに運転前には必ずアルコールチェックを行っています。アルコールは検出されませんでした。出庫点検ではドアの開閉試験やブレーキ試験など機器の動作点検をします。安全に電車を走らせるための準備です。
あ、連絡。夕食も食堂で食べます。ちなみに配膳はみんなで行います。駅に到着した営業列車を車両基地まで運転する構内運転を行います。電車と入りよし、矢印よし、湯入れ替え、進行進路よし。電車の運転士が運転することもありますが、小手差駅から基地までは距離があるので、ラッシュの時はこのように車両係員が運転することがあります。基地に入庫された電車の電源を切っていきます。10両編成として運行していた3万系を2両と8両に切り離す作業です。おはようでーす。次の運行に備えるためこのような作業を行っています。終わりです。今日の振り返りと明日の業務確認を行います。本日2回目の構内運転。今回は基地に留置している電車を駅まで運転していきます。出庫前には出庫して問題ないかを無線を使って確認します。この運転が終わったら今日の業務は終了です。さっぱりします。いやす、恒例のリラックスタイムですね。お疲れ様でした。寝ます。今日はこれで寝させていただきます。宝田さんが寝ている間も遅番の係員が終電車まで頑張っています。就寝タイム。どんなお部屋なのか見てみましょう。おはようございます。おはようございます。
ありがとうございます。おはようございます。いい体ですか。今日も振り切っていきましょう。ああ、頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。おはようございます。今日も一日が始まります。朝ラッシュに備え、電車の電源を入れていきます。朝になると基地で眠っていた車両が出庫していきます。早番の朝は長いので朝食休憩です。この日はプロテインでした。いただきます。うまい。朝から元気。ありがとうございます。矢印よし、理解進行進路よし、よし起動進路よし。点呼を受けてこの日の業務は終了です。失礼します。お疲れ様でした。失礼します。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。西武鉄道チャンネルでは様々な動画を配信しています。